作ったりすると丸の形に。糸で挟んだ方が模様はできるので、好きな生地を選んでトッピングをしてもらいます。はい、じゃあ進めていきますね。ぐるっと持っていきます。中身がちょっとはみ出ちゃったけど大丈夫です。あ、でもさっきより量が控えめになってる上手に今度はあんこもいいぐらいの量でできます。じゃあ最後にトッピングをしてもらいます。次に何種類かけてもらっても大丈夫かな。オリーブオイル、トロックに合わせてもらいます。いただきます。あ、おいしい。うん、おいしいです。100点満点の98点。もうちょっと努力必要ね。でも、もう100点あげるわ。お、大丈夫。新しいインストラクターが決まりました。よろしくお願いします。はい。